手際よく皮を剥ぐ鮮やかな包丁さばき。三重県尾鷲市の小学6年生内山雄介くん、さばいているのはフグさばきました。猛毒を持つトラフグ。実は雄介くん、三重県で初めて小学生でフグ処理者試験に合格したんです。昔から食べるのも好きやったし、取りたくて取りました。どんなところが難しいですか？やっぱ血の処理とか失敗したらもう人が亡くなるぐらいやから。父親の影響で2歳頃から釣りを始め、魚に興味を持つようになった雄介くん。小学生になると自ら包丁を手に。今日はスマガツオをさばきます。スマガツオの見分け方は、なんか頭と下で分からんけど、うん、ここに点々ある。YouTube の動画などを参考にしておよそ200種類の魚をさばき、今ではこの腕前。できました。そんな雄介くんが夢見ていたのがフグをさばくこと。しかしフグを処理するには三重県が実施するフグ処理者の資格が必要になります。雄介くんの背中を後押ししたのが師匠の存在でした。最初は僕冗談半分で、あの試験とかあんた小学生でも受けれるで言うたら、もうなんか勝手に本気になって、とにかく魚を触ることが好きやもんで。三重県では今年度から受験資格が見直され、小学生でも挑戦できるように。雄介くんは釣り仲間で干物店を営む北村豪さんにフグのさばき方を教わり猛特訓。今年1月試験に合格したのです。これが一回でも感動で、これがこの緑の反応です。これがエラで。小学生とは思えない知識と技術。うまい。さらに自宅を訪ねると、これとか包丁です。毎丁自分の。ゆうすけくん専用のマイ包丁がずらり。魚の種類で使い分けているんだそう。魚の腹は絶対割りますね。何を食べとるかっていうのが見たいんですよね。釣りの参考になるでしょう。さらに魚をさばくだけでなく干物作りにも挑戦するなど、美味しく食べることにもこだわりが。料理とかも美味しいのを作ってくれるし、それをどんどん見てみたくて付き合ってた感じですね。明日小学校の卒業式を迎える雄介くん、将来の夢は？東京海洋大学にさかなクンもおるもんで行きたいなって思ってて、尾鷲の魚を全国に広めたい。